あ、あ、久保さん。昨日ですね。全部開封して、全部セッティングとかして、結構大変でしたね <laughs>。結構、まあ、大変だったな。ちょっと個別動画撮ってないんで、まあ、どうしようかな。って感じですかね <laughs>。まあ、これからちょっと頑張ります。はいまあ、国会議員の給料ですね。 国会議員の給料。うん、ま、ああのね、僕はね、国会議員は一つ、まあ、全員じゃないんですけど、あの、アベマ TV でも、アベマ TV だったな、なんか特集されてて、あの、1000万もらってるけど寝てるみたいなね。<laughs> 仕事はしようよっていうのは思いますけどね。ね、仕事はしようよっていう <laughs>。うーん、まあ、 寝るのも仕事っていうのは子供で、ね、大和くんは寝るのも仕事だと思うんですけど、やっぱその、あれは僕は良くないと思うんですよね、さすがに。うーん。久保さん、国会議員が寝る問題はどうですかね <laughs>。久保さんの見解はどうなんだろう <laughs>。別に給料高くもらうのは全然いいと思うんですよ。ね 選ばれたえ、ね、一応選ばれてるわけですし、あのまあ、その、高くもらった給料は、どっか料亭とか、どっか買い物したりとか、なんかいろいろ使われてるんでいいと思うんですけど、仕事、まあ、あれが仕事なんだ、みたいなね、ぎあの国会議員で討論してるときに寝るのが仕事なんだって言われたら、うん、そうなのか、みたいな。<laughs> あれはね、僕はね、ちょっとね、納得いかないですね、あそこは。 であれを流しちゃまあ、あの、生放送で流しちゃうっていうのもうどうなのかなっていう。まあ、あれはね、あそこはか、寝てる姿を映すんだったら、映っちゃうんだったら、まあ、編集するなり、ってかもう映さないっていうね <laughs>。やっぱあれはね、良くないと思うんですよね。うん、寝る問題。<laughs> そう。うん。一応あそこって仕事の場じゃないですか、国会議員の。 うん。そう、うん。家で寝ればいいじゃないですか。<laughs> 家で寝ればいいじゃんっていう。うん、まあ、その、ね、寝る時間が全然なくてね、忙しいのか分かんないですけど、うん、なんかメントス買って、メントスじゃねえわ。ミン、ミン、ミンティアスか分かんないですけど、ブラック・ブラック・ガムでも何でもいいんで、寝るっていうのはね、<laughs> 僕はあ,のあ,あそこだけですねうんあの制作とかは当たる当たらないもありますしその最初はいいなと思ってもあの悪い方向に行く場合もあるしそれはしょうがないと思うんですよでも寝るとか寝ないとかは自分の意思でなんか頑張れると思うんですよね <laughs> うんそうはいということで 国会が、国会議員が寝る問題。いってらっしゃい。